立花屋は、歌舞伎役者の屋号市川宗家の門人系の市川八百造屋では、初代の後その妹婿が二代目を襲名、その後には二代目、沢村宗十郎の長男を迎えて三代目としていたが、血が繋がらないので、屋号は拡大ごとに、蓬莱や吉村や立花屋と好きなものを使っていた。またそもそも三代目の実家の屋号は、 木の国屋だったのにもかかわらず、初めて立役として舞台に立ち成功を収めたのが、江戸志村座だったことから、三代目はその座元、市村宇左衛門屋、その一門との交流が深かったため、通常は宇左衛門の一族以外には許されない、立花屋使うことが認められていた特例だった。この三代目の後がまた容姿で、 武用の藤間勘十郎家から子が入って四代目を襲名した。その際、またしても、屋号を変えるのは表向きにも内輪向きにもいかにも不便だったので、当初はそのまま立花屋を使っていた。しかし、荒事の家元として特別な権威がある市川團十郎を中心とした市川はじめ門の中で、その万頭角にまでなっていた市川八百蔵の屋号が、 別系統の市村うざえもん一門の野号と同じというのも、またいかにも見た目が悪かった。そこで覚えやすい、立花屋の音はそのまま残し、表記をうざえもん一門に遠慮して、立花から、立花と改めたのがその名称の由来。立花屋の代表的な名跡には、以下のものがある。なお参考までに、縄文も合わせて記した。ありがとうございます。